はい、まず今日はトラック事業 の、 この営業所に、直接足を運ばせていただき、現場での取り組みを見させていただき、またこの業界において、最前線で頑張っている皆さん方から直接、意見お話を聞かせて、いただくことができました。まず、物流現場では持続的で安定的な物流を、支えるために不可欠な荷役作業ですとか、あるいは、運行管理の取り組みの現場を、見させていただき、その上で、トラック事業者の方、またトラックドライバーの皆さんから、この国民生活あるいは日本経済を支えるエッセンシャルワーカーとして努力をしていただいている、こうしたお話を聞かせていただきました。その上で車座対話の中で2024年問題をはじめとするこの直面するさまざまな課題についての意見、あるいは日々の作業の中で感じておられるさまざまなご苦労ですとか、あるいは問題点、こうしたことについても具体的にお話を聞かせていただくことができました。大変参考になる有意義な時間があったと思っています。その中で2024年問題については本年6月に政府として政策パッケージ、これを取りまとめたところですが、これをスピード感を持って実行していかなければなりません。そこで来週に関係閣僚会議、これを開催し、荷役作業の自動化機械化、倉庫の脱炭素化、 EV トラックの導入の推進、また再配達の、再配達率の半減に向けたインセンティブの付与、またトラックの大型化等によるモーダルシフト、あるいは自動運転の促進、こういったことなどを緊急的に取り組むべき対策として具体化して、物流革新緊急パッケージ、これを取りまとめたいと思います。そしてこのパッケージを取りまとめた上で、来月に向けてまとめる経済対策に、この内容を盛り込んで、参りたいと考えています。そしてこれと合わせて制度改正に向けた構造的な対策として、賃上げ原資の確保のための適正な運賃の収受などに向けて、次期通常国会での法制化、これも進めていきたいと考えています。以上です。